エチチコンロ点火エチチチチチポ。もうなんか見たな。でもエッチコンロちょっと面白いよな。ちょっと下ネタ苦手な人もいるかと思うんですけど、いやそんな下ネタじゃないと思うんですけど、エッチコンロエチチチチ点火ってちょっと面白いよな。意味わかんないもんだって、意味わかんないもんだって。本当になんだエッチコンロって。いやそう、コンロつけるときにチチチチチボーって言うから余計になんかあれだよね。あ、ピクシブであったコメントがめちゃくちゃ流行ったんだ。え、チチチチチボッ。そうなんだ。ネット漫画サイトの書き込みが元ネタ。はぁ、そうなのか。すごいなぁ。エッチじゃん。やばい、これいつ始まるんだ、これいつ始まるんだ。ちょっともうみんな雨の音聞かないじゃん。こうヒーリング効果あるから。はい、来ていただいたみんなも一旦落ち着いてくれ。ノスタルジックだ。あー、アルファ波止まんねー、アルファ波が止まんねー。あー、アルファ波がすごい、すげーアルファ今俺、クズ波アルファ。落ち着こう。肉焼いてる音にしか聞こえない。あ、食いしん坊。おい、これでどうだ。俺も肉の音にしか聞こえなくなったんだよ。おい、誰だ、肉を焼いた音にしか聞こえないってコメント打ったやつ。お前焼くぞマジで。お、肉焼いてる音にしか聞こえ、集中できねえよ、こんなんじゃ集中できねえよ、バカかおめえ。よし、別の方法で瞑想するんだ。この試合に勝ったら、人の金で、叙々苑。で、叙々苑。